文書問題調査特別委員会委員長の奥谷健一と申します。本日理事会を開催いたしまして、理事会の方でもまずは亡くなられた幹部職員に対しまして、ご冥福をお祈りしたところでございます。報道等で、ありますような、幹部職員から幹部職員の方が作成をされた、陳述書等々は本日確認をいたしました。この元局長さんが作成した陳述書などを本日確認したということでしたけど、具体的に、確認した資料はどんなものなのかをお願いします。はい、まず申し上げた元幹部職員の方が作成した陳述書につきましては、これはおそらくですけれども7月19日の百条委員会の場で、証言を予定していたことを記載している内容だと感じました。Q&A 形式で記載されてまして、おそらく想定問答をご自身で作成されたのではないかというふうに思います。で、もう一つはですね、録音の音声も聞かせていただきました。それにつきましては、知事が西播磨の会議で、ご発言をされた内容が録音されておりました。で、最後はご家族の方から頂戴したメールでありまして、その中では卓上委員会を今後も継続してほしいと、元幹部職員の方が最後のメッセージとして残している旨、書かれていたと、こういうふうに記憶をしております。この録音の音声データですけれども、こちら実際今日理事会でじゃあ流していただきますというはい、聞きました。こちらはどういう内容の発言が録音されているんですか。はい、知事がその西播磨のでの会議で、会議でされた発言なんですけれども、今おねだり疑惑ですかね、そういったものが出ておりますが、それについて、参考となるような音声内容だったと記憶しております。核合意を今後も継続してほしいというメッセージだと、ちょっと報道の中でその死をもって合意するというようなのが出てますけど、そういった内容もありましたか。そういった内容も書かれてありました。文言で差し支えない限りで一死をもって合意するという、はい、そのような内容だったと記憶しています。それをご遺族の方が最後に元局長さんが残されたメッセージだとして入局側に伝えていただきます。そうですね、はい、その通りです。福谷委員長はそのご遺族から提出された資料をご覧になってどのように感じられたかという受け止めを教えてください。そうですね、やはり、大変重いメッセージだなというふうに思いましたし、その元幹部職員の思いをしっかりと受け止めて、今後調査に臨んでいきたいと改めて感じました。メッセージについて言うと、まず文言としては意思を持って抗議する、それと百条委員会は最後までやり通してほしい、で最後に誇りを持って働ける兵庫県知事になってほしいといったメッセージを送られたと。はい、その通りです。元局長が亡くなられたことは心からお悔やみを申し上げたいと思います。長年県政にご尽力いただいた方なので大変残念だと思っています。百条委員会とかへの対応への心理的なご負担があったんだというふうに推察されます。ご家族には改めて心からお悔やみを申し上げたいと。私の政治家としての責任の果たし方というものは大変困難な状況、そして時間はかかるかもしれないんですけど、やはり県政を前に進めていくために最大限努力していくということが私の責任ですので、そこを果たしていきたいと